です。今日はですね、ちょっと冒頭に、ダブルドラグをこう連続させたようなマーチングドラムを叩いてみました。で、なんかあんまりダブルドラグを説明されてる方はいっぱいいるんですけど、実用的に使ってる人がいないのでちょっとやってみました。まあ外国人の方はやられてますけど、皆様だけど、まあそうですね、まあそういうとこです。で、僕もちょっと苦戦しました。でダブルドラグに関しては、ラフがやっぱり関係してきてて、でアクセントもちょっと複雑でっていう感じなんですよね。で、あとはさほどっていう感じだったんですね。で、そうですね、これの練習法として、じゃあちょっとダブルドラグは完全にそのなんていうか、その手の力抜いた状態じゃないと難しいんですね。で、僕もちょっとやっててできないなと思ったから、そういう時にはちょっと僕がやるそのバウンド練習法っていうのがあって、ちょっとそれを紹介します。で、今汗で手がぬるぬるなんで滑るかもしれないです。じゃあちょっとやってみます。ですね、一打ずつまずやりたいところなんですが、ちょっとやってみますね。すごいスピードをどんどん上げていけばいいんだと思うんです。で、僕はこのぐらいのスピードでしかやりません。でもこれだけでも十分ソロになるというか、ちょっともうマジやったんでパンパンにチューニング張っちゃったんで、じゃあこれやって何になるって言ったら、意外とだから左手、右手一本だけでも別に力入れないような感じでやると。で、前回ちょっとフィンガーをちょっとやってみたんですけど、フィンガーじゃありえないんですよね。フィンガーはフィンガーの良さがあって、フィンガーはスピードをちょっと上げるのにはものすごく役に立つというか、全然だから違うものって思ってください。で、僕は例えば普通のシンプルも使うんですよね。だから練習こうルーチンワークの中に、自分の練習の中にですね、まあ最初の方にやることってあって、シングルでまず叩くんです。シングル叩いて、次にフィンガーなんですよね。で、次バウンド、これですね、僕が留学してた時に、マーチングの講師の方が教えてくれたものなんです。で、これの3倍ぐらい速いです。
ずっとやってましたね。で、詳しくは、こういうことをやるときに、動画に上げるんで、その時に紹介します。で、まずバウンドていうか手が動かないなと、ダブルドラッグなんか特にそうですから、やってて動かないなと思った時にちょっとやってみてほしいのがさっきの、2打ずつの、これ絶対的にアクセントついてる場所と力抜いてる場所があるわけですから、力入ってたらできないんです。で、こっから下だけ、手首から下に力入れてたらできないです。できないですよ。なんかこう片手でこうできるマーチみたいなのを、いつか動画でやらせていただきます。では今日はこの辺で失礼いたします。